こんなデザインだったんですね。さあ、通りまで来ましたけどね。で、ここから、北西中央公園だったっけ？あそこまでね、バスが出てるらしいんで、それがね、結構ね、時間帯がね、変則、朝夕にこう集中して出るけど、日中が全然ないみたいな感じなのかな？らしいんで、17時14分くらいからまた復活するらしいんで、それで行ってみようと思いますよ。はい。よいしょ。で、東院駅ピアコってなったけど、これじゃなくて、南北ですか。あ、これだ。これのやつで、なんか北西中央公園口に行くやつ。南北急行線？城山口行きやから、これは反対方向か。2番乗り場。意外と乗り場があるんですよね。このクリームマジしたところに。これか。北西中央。これでいいのかな。こっちがなんか昼間はこんな感じで、ちょっとルートが変わるみたいで。あ、昼間ルート、こんな感じで、ぐるぐるぐるっと回りながら、ゆっくりゆっくりやつらしいんですけど、そして中央公園口行きがついですね。これから16時5分までで。で、これが、朝夕は急行線ってなって、かなり途中をショートカットして行けるらしい。これが17時17分から、なるんで、ちょうどね、この時間からなるんで、これ乗ってみようじゃねえかと。現金で200円払えばいいのかな。オレンジバスを初めて乗るな。よし。これね、山田方面も気になるけどね、まあ、山田知ってるけどね、どこか。よし。三木鉄道はね、大きしこりですからね。ちなみに今、そこに三木バスが止まってますけど、17時ちょうどに山城駅の方に行くバスもあるらしいですね。それも急行で、本当にもうイオンモールと、東院のイオンモールと山城駅だけ行くやってたんで、それも早いらしいです。17分ぐらい行けるらしいですけどね。なんならイオンモールね、行くっていうのもね、一つ、面白い手段ではありますけど。まあ、もう飯も食ってるし、わざわざ別に車なしで、行ってもねえっていうところではあるんで。どうなんだろう？でも駐車場が混むから、案外いいのかもしれませんけどね。山田。Yes, my dog. よし。ちなみに、東浜駅、すごくちっちゃい駅なんですけど、実は液晶広告が流れるようなね、結構新しい、なんなら四日市駅よりも綺麗じゃないかっていう、液晶動画広告が流れるようになってるんですけどね。何が流れてるかって、パッと見たら、東洋タイヤのやつが流れてますね。そう、こっからね、ちょっと山の方行ったところに、でっかい東洋タイヤの工場があるんでね。セブンイレブンまで行くと、ちょっと、遠いかな。駅前歩くにしてもちょっと微妙なんだよな。意外とオレンジバスも走ってますしね。前は消防署ですし。まあまあ、いざとなったら、コンビニも別に歩いて行けやん距離ではないですからね。うん。ちなみに利用者数も多い駅なんで、駐車場も広いですね。そういうところでもちゃんと、無料駐車場があるっていうのがね、これが田舎のいいとこですよね。
駅前すぐの一等地で無料の駐車場があるんですからね。EV チャージポイントだってあるみたいですよ。まあすごい。これは感じでね、ちゃんと無料駐車場ってなってますからね。まあこれは地方ならではでしょう。ね、なんか四日市でもないですもんね。ああ、フェーズとかは、あそこはあの無料駐車場止めてますけど、三軒茶屋。あそこは四日市、シティシは四日市しか。四日市でも中心部に行っちゃうとね、普通に、近鉄沿線だったら、1000円、1500円とか足りますかねって言ってたら、ちょろちょろっと電車がやってきます。西小金駅の方ですね。あ、そういや、先乗ってきてたのは、4両編成のあの、非冷房車でしたね。まあまあまあ、冬なんでね、暖房は効くんで、いいですからね。まあ、この電車ね、うちのはね、何せ、四日市アスラロ鉄道丸兼ね合いで、比較的よく使ってますけど、そっか、イオンモールのやつが、こっちの電車の接続に合わせてあるんだな。わあ、藤原でもだいぶ雪だね。一回ちょっと藤原の方まで足を伸ばして、雪がどんな感じなのかもちょっと見てみたい気もするけど。で、中央公園口から、一瞬だけ東藤原寄る？まあ、寄ってもいいけどね。寒いんだよな、多分あそこ。東藤原。まあ、電車の接続見て、行ってみましょうか。このね、ちっちゃい電車が、これね、本当に、うちら見られすぎちゃってるんで、そんなに違和感を感じないんですけど。このおととい、ね、釣りかけの、おととい、雪の残り具合といい、寒さはあんま関係ないか。そう。本当にね、実際に、あの、ナローゲージを見たことがない人が多分見たら、絶対びっくりしますからね。なんだこのちっちゃいのはって。チンチクリンですからね。